明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、新商品をご紹介したいと思います。それがこちらです。こちらの中身がこれです。なんだと思いますか？真珠っぽい、なんか下に敷いてみたいな。ビー玉的なコツですか？そう、あと見て楽しむとか。ブブー、全然違います。こちらがなんと入浴剤なんです。めっちゃ可愛い。ける？そうなんです。溶かすってことですよね。溶かす。これがバスパールっていう真珠の、真珠みたいな入浴剤なんですけど、この瓶にですね、粒々がいっぱい入ってまして、こんな感じ見えるかな。で、なんか、まあ、柔くもなく硬くもなく、でいい匂いする。で、これが全部で3種類あるんですけど、白とピンクとゴールドと3色あって、3つとも香りが違うんですよ。はい、で白いのになるとですね、インカローズの香りで、インカローズ、はい、はい、でピンクのやつがオレンジガーネットの香りです。でこっちのゴールドがレモンクォーツの香り、レモンクォーツ、なんですけど、はい、私はこれが一番好きな香りでした。あ、そうですか。はい、なんですけど、なんか全部こう高級な感じの香り。パッケージもね、高級な感じしますよね。おしゃれですよね。で、これすごい可愛くて、見た目が可愛すぎたので、私はなんかあまり考えずに発注したんですけど。そうですか。可愛い、発注しようみたいな感じで入れたんですけど、こちらはですね、やっぱり世間的にもすごく人気ということで、はい、で使い方が入浴剤なので、お湯には入れるんですけども、この粒々を1回10粒ぐらい、あ、10粒でいいんですね。10粒ぐらいを入れます。で、そうすると白いお湯になって、徐々にその真珠みたいな入浴剤が溶けてくるというやつですね。で、サイズが2種類あるんですけど、こっち 10g 入ってまして、だいたい30粒入ってます。あ、3回分なんですよ。で、この3回分で1320円。で、こっちの大きい方ですね、この最初に見せたこの大きい方のボトル、こちらが、150粒はい入ってます。なので1回10粒なんで15回分が入ってて、こちらが3300円。で、この3300円の方ですね、社長が来た時に、これめっちゃ可愛くないですかって言ったら、何よこれめっちゃ高いべって言われたって言われたんですけど、はい、でもこういう女子はこういう可愛いもの大好きです。普通の入浴剤とは別物と考えた方がいいですね、きっとね。そうなんですよ、贈り物にいいなっていう感じ。なんかあえてちょっと日常から離れたものを贈る時に選ぶギフトみたいなやつかな。そうですね、あとはSNS とかに何かあげたいなみたいな時は、こういうなんかこう見た目のいいもの、でちょっと変わったものとかがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、3種類あるので、もうどれがいいかわかんないなみたいな時は、このもう3個セットもあります。でもパッケージももうめっちゃ可愛い、確かに珍珠とお花の絵がついててめっちゃ可愛いんですけど、これが3564円。なので、なんかギフトにもちょうどいい価格帯な感じですね。そ
そうですよね、うん、ギフトって買うことが決まってて予算が決まってるけど買うものが決まってないっていうパターンが多いから、うん、ある程度高くても実はありだったりするんですよね。そうなんですよね、うん、なんかその普通のどこにでもあるような入浴剤をあんまりこうプレゼントで送ろうとはならないと思うので、うん、そうかそうか、なんかすごい効果があるか、うん、見た目が可愛いかみたいな二択だと思うんですけど、うん、なんかギフトにすごくいいなと思って尖ってますな。そうなんですよ、うん、でちょっと今日はですねこの女子が大好きそうな商品が入荷したので紹介してみました。気になる方は買いに来てください。よろしくお願いします。